はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の極致丸3をお送りします。で、前々回とね、続きでグラフをまた2つ書く問題、極致もね求めるんですが、そのタイプの問題をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちなみに、次回、丸4ってこのタイトル続いていくんですけど、グラフを書く問題はここで終了です。だから、計6問だね。グラフを書いたりとか、極致求める問題はね。で、また前回と同じようにやっていきます。まずこれの極致を求めたいし、増減表書かなきゃいけないので、まず微分しましょう。で、すると、またね、これ4次関数なんですが、12x3 乗で、12x2 乗の 24x と。で、y' イコール0解く必要があるので、解くと。で、イコール0がくっついてると思って、全部12で割ります、これ。で、割ると、間違った、あ、いいんだ、2乗で、2x か。で、イコール0。で、これ、x でくくり出します。x でくくり出すと、x2 乗、マイナス x、マイナス2となります。で、その部分を因数分解すると、ちょっと先やっちゃうね、かけなくなっちゃうんで。こうなります。もう一回ね、x をくくり出した後に因数分解したらこうなる感じ。で、ここから答えが3つ出てきます。x イコール、まずここから0です。ここから2。で、最後ここからマイナス1と。ね、この3つの答えが出てきました。で、これを使って、増減表をね、書いていくんですが、今回ね、両方ともグラフがちょっとデカめに書かなきゃいけないので、増減表ちっちゃくてごめんね。ちょっとここに詰め込むよ。で、x と y' と y ですね。で、ちっちゃい方から並べたいので、マイナス1か。点点点、マイナス1、点点点、0、点点点2の点点点と。で、それぞれ3つのところ、y' は0です。それで解いてるからね。で、先に求めちゃいましょう。マイナス1入れると3。マイナスだから3足す4で7。で、マイナス1だからマイナス5か。で、0入れるとこれ全部なくなるから0だね。で、2を入れると、これはちょっときつい。4乗で16やから48。で、3乗で8だから32。22が4で。あ、マイナス32。合ってるのか？あ、合ってるっぽい。でかいな、数が。よし。で、ちょっと消しますね。で、あとこの隙間のところだね。プラスマイナスを探していきたいんですが、y' なので、よく使ってますけど、この上の方は100とか入れてしまうと、ここがもう100の3乗出てるんで、ここプラスなんだよね。ってなると、こっちで勝ち目がないから。で、ここがプラスだから、プラスと。で、こっちもマイナス100で考えると、ここがマイナスの超でかい数になります。だからもうここがマイナスで打ち消すことはできないので、ここはマイナスになる。で、隙間は入れるしかないので、例えばここ1がいいね。1を入れてみると、1で12、12、マイナス12、マイナス24だから、マイナスか。で、マイナスプラス、マイナスプラスとなる気もするんですけど、一応ね、チェックしましょう。マイナス2分の1とか入れてみるか。ちょっと書こうかね。マイナス2分の1を入れてみますと。で、マイナス8分の12？合ってる ?8 分の12だね。だから、マイナス8分の12なので、マイナス2分の3か。で、ここが、プラスか。プラスになって、暗算ができない。プラス、じゃねえや、マイナス3か。入れるとね。で、ここがプラス12になる。で、これどういうの、プラス12が一番強いので、ここがプラスになると。ちょっとね、すみません、朝一で、ね、頭が回ってないですね。で、下ってきて、上って、下ってきて、上ると。で、増減表完成しました。では、あとね、グラフに表していきましょう。ということで、マイナス32があるからな。x 軸ちょっと上目でも取るか。ここもマイナスだもんね。ちょっと待ってね。
X と Y はギリか。あ、結構ギリ攻めたな。 Y で0変えとこうか。じゃあ行きましょう。まず原点通りますね。0の0通るから原点は通ると。で、マイナス1のマイナス5なので、ちょっと書き幅的におかしくなりますけど、ちょっと許して。で、2の3、マイナス32だから2のめっちゃ下の方、ちょっとこの辺行こうか。ちょっと曲がったな。2のマイナス32と。で、下ってきてこう、上ってこう、こういう感じか。なのでこれきついな。ちょっと待ってね。こうなってこうなって、あ、突き抜けちゃった。こうなってこういう感じで、ちょっとマイナス5の場所が悪かったね、俺がね。こうなってここで置こうか、マイナス5ね。ちょっとで途中切れちゃいましたけど、まあ、こんな感じになります。いや、これがグラフで、極値をね求めていきたいんですが、前回の動画の2番の時って同じように4時間数でこうカーブがね3回起こるやつだった。で、極小値が高さ同じだったんだよ。でもその時もちょっと言ったんですけど、極値っていうのはこれが変わった瞬間にね、こう上行ったりこう来たりこう来たりと、その瞬間が極値なので、ここも極大値なんだよね。唯一上がって下がる瞬間だから。で、こっちの方が低いから極小値これって言いたくなるんですけど、極小値はこれも両方 OK です。必ず両方書いてください。なので答え方としては、まず X イコール0の時、極大値の方からいこうね。極大値は0です。極大値1個しかないからね。で、これで OK。で、もう1個がちょっとめんどくさいんだけど、こっちからいこうか。ちょっと横にずらして1行で収めたいな。 X イコールマイナス1の時、極小値マイナス5で、もう1個 X イコール2の時、極小値マイナス32となります。入った。おー、ぶね。いいかな。こういう感じで答えてください。極値に関してはね、最大値、最小値とは別に、別物として考えよう。よし。で、もう一問ね、4時間数いきましょう。で、同じようにまず微分をして、 4x3 乗プラス 6x2 乗か。で、イコール0を解きます。で、解くと、これは2で割ってもいいんですけど、 x2 乗でくくり出しちゃった方が早いかな。 x2 乗括弧 4x プラス6イコール0です。で、これを解くと、まずここに掛け算が隠れてるから x2 乗が0になるか、もしくはこの括弧の中が0になるってなります。で、 x2 乗が0になるのは x イコール0しかありませんね。で、 4x プラス6が0になるにはイコール0にして、まあ6を持ってきて4で割ればマイナス2分の3になります。だから今までこう4時間数、前の動画もそうでしたけど、3箇所こうやってあったんだよね、区切る場所が。でもこういう感じで2箇所になることもあります。いいかな。で、この状態で増減表を書いていきますと。で、これもあんまり幅をちょっと使いたくないな。まあ、今回区切りが2箇所なので Y' ダッシュと Y のね。で、少ない方から行きたいから、点点点マイナス2分の3点点点の0点点点で、その2箇所の Y' ダッシュは0だと。で、先求めましょうか。0は楽だね、入れちゃえばいいから1なんですけどマイナス2分の3強いね、これ4乗いこうか。4乗するとまずプラスになるね。で、下が16分の81か。で、3乗はマイナスになると。で、どうせ通分しなきゃいけないんですけど、2、1個約分するって考えれば、下が4分の上が27か。で、プラス1と。で、通分します。ここが16分の4かけてるから108
プラス16分の16って考えると、はい、プラスが97やからマイナス11か。つまり16分、じゃあマイナス16分の、待って、ま、忘れた、マイナス16分の11やね。で、隙間のプラスマイナス考えていくと、ここだよね、Y ダッシュ。まずでかいの、まあ、100とかまたいくと、ここがね、めちゃくちゃでかいプラスの数になるから、ここプラスです。で、マイナスも同じように考えると、マイナス100とか考えると、ここがめちゃくちゃでかいマイナスになります。3乗だからね。なので、ここはマイナス。で、ここなんですけど、これ、マイナス1が入ってるね、ここね。で、マイナス1入れてみると、マイナス4、プラス6なので、これ、プラスなんだよね。そう、だから下ってきて上って上るんです。いい、だから必ずこうチェックしなきゃいけないっていうね。でやっていくと、まあ、これあんまりでかい数じゃないから中心でいいから、でこっちに書けばいいもんね。じゃあここら辺ちょっと下をギリギリを攻めたいな。下、あ、ギリギリでもなかった。y と x と0。で、0の時1なので、0を書く位置を若干間違ったけど、まあいいや。ここだね。1を取ると。で、マイナス2分の3の時に、マイナス16分の11。マイナス2分の3、この辺にして、まあ、この辺しようか。マイナス2分の3の時に、マイナス16分の11だね。で、下ってきて、上って上ります、また。なので、グラフとしては、下ってきます。で、ここがこういう感じでまた上りますと。これがグラフになります。で、極地は下って上る、もしくは上って下るのとこだけなので、今回ここです。前やりたけど、これはね、極地にならないので。だから、今回極大値はありません。極小値だけになるので、最後 x イコールマイナス2分の3合ってるよね、あってね、時に極小値マイナス16分の11と、これで OK となります。まあいろんなねパターン書いてきましたけど、いろいろあります本当に。そうだから、まあ、どんなパターンでも、でもやることは一緒だからね。微分してイコール0を求める、でその区切りの場所を見つけて増減表を書く、で増減表を書いたらそれをグラフに表すという感じでやることができますので、ね、ぜひこんな感じで練習してみてください。では今回は高校数学数2の関数の極地丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言ったんですが、次回丸4続くんですけど、次回はグラフ書く問題じゃないです。普通に文章問題をちょっとやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。